よし、こっちから行くか。左一人映ってる。お前やるじゃん。で、二枚目も抜くじゃん。裏取ってるから、この感じで、ナイス。で、まだいるね。一枚だけ持っていく。二枚目もいけるか、これ。うわ、つえー、めっちゃいるな、そこ。オッケー、気持ちいい。ここを抜いていくんです、この男。あー、気持ちいい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 。弾幕、弾幕、弾幕。一枚。わ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。美味しい。美味しい。おにぎりが美味しいんだな。強っ。はい、どうも、ジャヌダルクです。ということで、今回もこちら BF2042 プレイしていくんですが、先日ですね、17時頃に、BF2042 3.1 アップデートっていうのが入りまして、まあ、これがどうやら2021年の今年最後の、なんかアップデートらしいですね。なんか記事によってはなんかこう年内最後のアップデートって書かれてるんですけど、まあ、それでですね、今回注目したいのがこちら、ブレイクスルーの屋上のね、拠点。まあ、カレドスコープとかありましたよね。もうめちゃくちゃひどくて、私も動画上げてね、こんなん勝てるわけあらへんやんっていうね、動画上げたと思うんですけど、こちらが、やっと、修正されました。おめでとうございます。いや、もうこれでね、もうやっと BF2042 ブレイクスルーがもうマップ選ばずに、まあ楽しめるってことで。で、まあ今回そちらのブレイクスルーの、その拠点がビルウェイ拠点だったところを攻めていくっていうのと、あと、ちょっと巷で今話題になってるのが PP29。これまあ強くて弱体化したじゃないですか。これがね、なんとまた、強化入ったみたいで、縦のリコイル制御がちょっと楽になってるらしいです。はい。まさかのね、弱体化してからまた強化するっていう。どうなんですかね、弱体化しすぎたって形で修正し直したのかな。まあそこら辺ちょっとわからんけども、まあ PP29 がまだまだ強いよっていうのと、あとこちら PKP ですね。今これがめちゃくちゃ荒れてて、もうどこのロビー行ってもキルログ PKP が必ず見えるぐらい、PKP 祭りとなっております。相当強いですね。で、僕もこれ使ってみたんですけど、まあまあ、ありえへんぐらい強くなってるんで、ちょっとまあ、使うなら今って感じですね。多分またどうせ弱体化入るだろうから、もう今のうちに、ここにいるあたりの迷彩ちょっと目指してもありかなと思うんで、よかったらまあ皆さんね、こちら、迷彩解除頑張ってみてください。はい、ということで今回こちら3つにね、スポット当てて動画撮っていこうかなと思います。ということで、これからもね、BF2042 の動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さあ、では早速、カレイドスコープでブレイクスルー、しかも攻め側ですね、やっていきたいと思います。ちょっと待って、ラグ。誰かしちゃって投げたらもう、まあ、とりあえずあれだな、チケット数まだあるからもう正面突破で、ここまではさ、カレイドスコープ余裕なんだよね。そう、そこからが大問題なわけですよ。はあ常にさ、ボルト来るのやめへん。ほんまに。いや、お祭りゲーだからまあいいところあると思うんだけどね。ほんとに。いや、やってること変わらへんからさ、まあ、けそういう新しい防衛スタイルもどんどん確立されていくんだろうな。よいしょ、スモーク投げて、で、映ってる。だー、いや、もうボルトがずっと弾幕張ってるのはダメだ。多分これ、こっちからじゃ絶対いけない。正面突破無理で、味方が裏行ってるから、裏から行きたい。右多分開拓できてるよね。で、そのボルトが絶対やばいから、いや、もうほらほら、もうボルトがすぐ、もうやめてー。よし、こっちから行くか。左一人映ってる。お前やるじゃん。で、二枚目も抜くじゃん。リロードする。で、どうしよっかな。ボルトが右いたから、左からちょっと回っていって、こういう形でしっかりと抜いていきましょう。気持ちいい。いやー、3枚抜いたけど無理。まあ、けど、この戦法が多分一番強いね。この感じだったら、間違いなく裏全然取ってるから、大丈夫だよ、これ。オッケー。裏取ってるから、この感じで、ナイス。で、まだいるね。一枚だけ持っていく。二枚目もいけるか、これ。うわ、つえー！じゃ、誰かめっちゃスモーク焚いてくれてる。ありがてえ。ってなったら、発煙よりも金銭生産にするか。いや、取れそうではあるんだよな。シングル。待って、もう手間おったんか、奥持ったんか、無理。ナイスキル。二枚目いんね。はい、ナイス。とつって二キルすれば、オッケー。同じ。はい、腰打ちマジピーポー。いやー、気持ちいい。トロロングも、リゾンなら、持っていけないんだよなー、お前。大丈夫。やば。やったけど無理。いや、これ、裏取り部隊が、さあ、去ってないねー。成功法で攻めるか。ラグ。いや、また落ちたよ。ちょっと待ってくれよ、ほんまに。もう、またザワールド来てる。はぁ。エスケープボタン押せないし。さあ、では気を取り直して、こちら、アワーグラスでしたっけ？砂漠マップでブレイクスルーやっていきたいと思います。まあ、こちらもですね、最後、ビルウェイになるんで、こちらあたりで、弾あたりやばくね？やっていきたいと思います。あ、てか、PKP が強くなったって言ってたね。PKP 使ってみるか。ちょっとね、ここのマップ広いから、多分 PKP とか強いんじゃないかなって思うんですよね、ビゾン使うよりも。1枚。
わ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。おいしい。おいしい。おにぎりがおいしいんだな。強っ。まあ、アシスト結構多いけど、普通に強いわ、やっぱり。いや、これなんかまたメタ環境変わるな。SMG だからね、まだ至近距離戦闘楽しかったけど、ビゾンは。LMG はダメな気がするな、これ。あ、ボルト。いや、かといってボルト抑える力ねえな。一旦下がって、はい、モーションセンサー投げる。で、そこいるあたりに補給物資を投げまくる。頼んだぞ。あ、ゴミ。ちょっと待って。お前そのムーブはさ、ホバークラフトじゃん。なんでお前が引き継いでんの、その動き。あー、あと一人どっか乗ってんのか。いや、もう、敵の老舗最悪マジで。赤点出てやっと初めてわかるって感じか。手前いんね。お前はやる。オッケー。敵討ちはする。で、あんま顔出せないな、抜く。で、お前も、しっかりと抜かせていただきたいが、ダメ。君も抜かせていただきたいが、いけるんですね、この男。増えるけど、あー、もう、トリナイトバード。いや、打ち合いはいけんね、打ち合いはいけんね。問題はそうじゃない。圧倒的人数不利。まあ、ちょっとこっちから順々に行くか。まあ、多分普通に成功法の打ち合いでいけるだろうから、この武器だったら。しかし、アーマー自分につけつつ、いるな。ナイス。いや、やっぱモーションセンサー弱体化いってえよな。いや、それ強いけど、モーションセンサー。強いけど、やっぱね、敵の位置が分かってなさすぎるっていう。分からなさすぎるから、そこら辺ですごいストレスを感じてしまうの、私だけでしょうか。まあ、モーション中だったからね、私。いや、B3 はめんどくさいぞ、今。今、やっと B2 まで上がってきたっていうのに。めっちゃおるな。アーマー、ワリング、ヤルング。ちょっとモーションセンサー回収のために、エンジェルパイセン出して、横からスレーするぞ。 OK、 ナイスキル。で、補給しっかりとさせていただく。いいね、徐々にこの詰め寄る感じ。いや、これこそブレイクスルーですよ。はっ。いや、いいね、敵スポットめっちゃ刺さってるよ。こんにちは、ナイスキル。で、お前はしっかりと蘇生して蘇る。ラッキーラッキーラッキー、ラギーよ、ラギーよ。ちょっと待って、建物の中でさ、やばいやばい、台風が。あー、助けて助けて。いや、耐える食らってないから大丈夫、耐えれる、耐えれるよ。やばいよ、スタックしてるよ。いやー、あそこ敵おったけど大丈夫。台風早くすぎて、今どんな感じ。台風が見えない。これ一旦扉の方まで行って、これ B2 まで行くのが正解じゃね。これ正解な気がする。行け、このホバホバジャンプ。やばすぎ。こん中でさ、俺を撃てるやついんのか。敵アーマースケート入れて。敵もさ、これあれなら浮き足立ってるでしょ、その名の通り。腰打ちマンジピーポー、これは腰打ちの選択肢。いいっすね。乗りも行くか。結構時間かかったね。これで多分 B2 取れるから、まあ普通に時間のかかったブレイクスルー。で、ここからですよね、やっぱ問題は。これ、ちょっと激論してるから、それアシストよろしく。ナイス。ほう。ワッツ。うわー、抜いてきやがった。死ぬんじゃねえ。入れ入れ入れ。こんにちは。ナイスアシストキル。で、マスターいるけど大丈夫。ちょっと待ってね。あー、投げ物も来てる。起こしたいけど、ちょっと待ってくれ。さあ、これでビーコンも再投入できるようになったけど、やっぱまだバグってんのか。補給してさ、出せないんだよね、ビーコンが。で、今回のアップデート治ったかなって思ったけど、まだ治ってないっすね。こんなの絶対報告入ってるはずなのにな。エンジェルの強みが。くれー、ナイスキル。セントリーも壊していく。これが弾数多い武器の特徴です。おる？ナイス。降りてきたよ、味方。ナイスキル。で、まだ上いるから、しっかりと倒す。セントリー、お前だけは絶対壊す。オッケー。で、逃げる。さよなら。この出戻り戦法ですよ。待って、いるくね？リロキャンして、やる。もうワンチャンス。行くぜ。バレてーな。はぁ、びっくりした。そこね。オッケーオッケーオッケー。これはしゃあない。めっちゃいるな、そこ。オッケー、気持ちいい。ここを抜いていくんです、この男。あー、気持ちいい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 。弾幕弾幕弾幕。これにはカレータコエさんもにっこり。さあ、問題のところ来ましたね。あと、もうワンビル。あれ？前ってここら辺だっけ？もう一つか。次、ここやって、ここか。待って、いるくね？ほらよ。まあ、ここ C1 も結構早めに取れるから、もうさっさっさっさ取っちゃってっていう。お前ら補給しろ。補給しろ。左いるんだけど。やるじゃん。1枚1枚2枚セントリー。まだ88発あるぞ。あー、無理。頑張れボルト。
頑張れボルト、頼むぞ。ナイス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 、いけるか。いるね、そこ引き殺す。ここは下がる。でこのトラックのところにビーコンを置いて、はっ最悪 NTW ほんまお前ゴミ、空気読めけど大丈夫、すぐさま復活。いるね、これはこうやってこうよ、ナイス、ここいっそう、ナイス。ちょっとでもダメージ与えてヘイト買いでもしときたい。ナイスキル、やばくね、終わったー。ホバークラフトとかの方が強いかな、あれだったら。相当的硬いねこれ、どうやって打開すんねんちゅう。どうすればいいんだろうな。しているそこに、お、これホバクラか。なるほど、ホバクラでもこっちパターンのやつか。オッケー、なるほどなるほど、一気に裏取っていこうっていう作戦か。いい読み方それ、強い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 、大事だと思う。いるいるいる、オッケー、ナイスキル。で弾いっぱいあるからそこに、おーいちょっとその突っ込み方きついんじゃないか、大丈夫か。終わったな、アーマー付きのやつをカット持っていけるかな。あ、うまいな、あいつスモーク、すげえ早いタイミングでスモーク出してきたな。1枚2枚、オッケー。でここ上取ったんで、エンジェルの救援物資で装備を変えて上から嫌がらせをし続けたい。わっ、あ、どっか上おる、あれか、なんかあるな。でそっちもおるな、一発味方いいよ、カバー、それナイス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 、でかい味方カバーする。いや一発当てたよそれ、激浪ではあるよ、一発、あ一発、おいおい、いやオッケー、ナイスカット、打ち合いでした。で次があそこ、あビル上なくなった、下だけになってる。これでいいんだよ、こういうのでいいんだよ、こういうので。マジこれでいいの、これで許されんの、マジかよ。甘くなったな、ブレイクスルー。1枚、2枚目、はい、ビル上が来たやつを俺が逆に出迎えるんです。皆さん今までこんなことありましたか、ブレイクスルーでビル上を取らなくてもいい、持ってる少数の人しかいないっていうこの状況ですよ。なんか奥におるな、けど我も少数派、意味のないただの守り、ね、おっせ。1枚、2枚目、3枚目、抜けそうか、無理か、ちょっとダメージ与えたけどな。あー、けど足裂いた、ナイス、でかい。いやーこれ勝ちたいな、勝ちたいけど多分これ無理そうだね。なんかマップ、いやけど結構中盤まで攻められてる、削れたらあとは勢いで取れるから、そこら辺ちょっと頑張りたいところではある。でここも横サイド取れてる、れ敵のボルトじゃね、だよね、多分誰かが抜いてそのまま放置されてるわ。おお、誰かと一緒に乗れた、ついついつい、オッケー、アシスト、お前もちょっと激怒、ナイスカット、でかい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 。あー敵の本物がいるよ、降りた降りた、降りよ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 、あーけどだいぶ踏み込めたでしょ。ダメ、まだまだダメか。じゃあモーションセンサーやっぱ弱体化してから持ってくるやつめっちゃ少なくなったわ。ナイスカット、でここを基盤にして、死ねえお前、ほびろ、よーしナイスー。D1 入ってるけどダメだな、けどまあ取れそうではあるよね、頑張ったら、けどチケットが圧倒的に足りないっていう。あー入ってるけどダメだよな、絶対どうするべきなのか、これはもうどうすれば勝てるのか。1人やるじゃん、あ終わっちゃった。まあまあ硬かったね、まあけどちゃんといい試合できたから、やっぱこう思うとブレイクスルーだいぶマシになりましたよねっていう。アシスト338、やばい。